ハイテク紙姉妹浦島太郎、始まり始まり。昔々ある村に心の優しい浦島太郎という若者がいました。ある日海辺を通りかかると、子供たちが亀をいじめていました。心の優しい浦島太郎はその亀を助けました。亀は浦島太郎に感謝しながら海へ帰っていきました。それから2、3日経ったある日、浦島太郎が魚を釣っていると、海からこの間の亀が頭を出し言いました。この前はありがとうございました。お礼に竜宮城に連れて行ってあげましょう。ちなみにこのように亀が喋るという現象は、亀の生態構造から考えて不可能であり、もし可能性がありとするならば、腹部の筋肉を揺らすことで甲羅内の空洞部分に反響を起こし、声のように聞こえたということが考えられます。浦島太郎は早速亀の背中に乗り、海底にあるという竜宮城へと向かいました。するとびっくり、サイやヒラメが優雅に舞い踊り、美しい乙姫が浦島太郎を出迎えてくれたのです。では実際にこの状況を実写にしたらどうなるか、ご覧ください。そんな夢のような接待にすっかり時間が経つのを忘れ、気がつけば長い月日が経ってしまいました。浦島太郎がそろそろ家へ帰りますと言うと、乙姫が玉手箱をお土産にくれました。浦島太郎が地上へ帰ると、そこには見たこともない風景が広がっていました。竜宮城へ行っている間に、なんと700年もの月日が経っていたのです。途方に暮れた浦島太郎は仕方なく乙姫にもらった玉手箱を開けることにしました。すると箱を開けた瞬間、煙がもくもくと出てきて、浦島太郎をおじいさんにしてしまったのです。ではここでもう一度わかりやすく説明しよう。浦島太郎が3年間の時を過ごした竜宮城での時間を X とします。この時の地上での700年の時を Y とします。この2つのライン、流れた時間は3年と700年という差なのに、物語上ラインの長さは一緒なのです。つまり X の時間の流れが Y の約233分の1の速度で流れていたということになります。 Y という世界に対して X という世界は233分の1の速度で進行するパラレルワールドであったということなのです。ではなぜ浦島太郎という人間が別次元であるパラレルワールドに迷い込んでしまったのか、そこで浮上するのがこの海神の存在です。浦島太郎を Y から X に運搬したこの海神に時空を超える機能があったのではないか、海神はタイムマシンなのではないかという説が濃厚となってくるわけです。つまり浦島太郎という昔話は、時空間を行き来しパラレルワールドに迷い込んだ人物もドキュメンタリー作品かもしれないのです。めでたしめでたし。以上、ハイテク紙芝居でした。ありがとうございました。